皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、成果を上げる人の特徴はありますかというテーマで、お届けいたします。どのような人が成功するのか、また成果が出るのかを紹介している本とか雑誌は多数あります。この分野でやはり世界で一番有名なのはナポレオンヒルでしょう。その証拠にナポレオンヒルの書籍やプログラムは長年にわたり読み継がれています。ネットで成功する人の特徴を検索してみました。例えば、自己投資を惜しまない、お金のことを理解する、人脈を大切にする意識を持つ、時にはあえて散財する、休みを最大限利用する、シンプルに考えてみる、見栄を張らない生活を心がける、こんなことが書いてありました。はたまた、自己投資が最強だと分かっている、失敗に対する考え方が違う、自己責任マインドセットがある、努力を努力だと思っていない、身の回りと環境を整えている、トレーニングや運動をしている、サクッと諦めると書いている人もいます。どちらも間違いではありません。ピーター・ドラッカーの古典的名著、経営者の条件には、成果を上げる人の特徴はなすべきことをなす能力と記されています。つまり、成果を出す人、成功する人のタイプなどなく、ただ成果を出せる能力を持っているということです。事実、成功者を分析しても、性格も資質もタイプも点でバラバラです。要は、成果を出せる能力を持っていればいいということです。今日の本物の商売を目指すポイントです。では、成果を出せる能力とは具体的に何でしょうか。ドラッカーはそれをシンプルに5つにまとめました。1つ、時間をマネジメントする。2つ、仕事をすることではなく成果を出すことを重視する。3つ、自分、上司、同僚、部下たちの得意なことから始める。4つ、優先順位を守る。5つ、多様な意見をもとに意思決定する。わずかこれだけです。しかも、どこかで聞いたことのあるフレーズばかりです。もしかして、このようなことを言っている人の元ネタはドラッカーかもしれません。多くの人はこの5つを無視して、前述した抽象的なことで納得してしまいます。具体的には、時間をマネジメントするとは、仕事はすべて締め切りを設定してスケジュール化することが基本です。2つ目の仕事をすることではなく、成果を出すことを重視するには、目的やゴールをまず明確にして常に意識する。3つ目、自分、上司、同僚、部下たちの得意なことから始めるは、強みとか得意なことをやる。4つ目の優先順位を守るは、重要性×緊急性で仕事の優先順位を決める。最後の5つ目は、多様な意見をもとに意思決定するは、自分と価値観の違う人の意見も聞き、独断で決めないということです。ドラッカーの成果を出せる5つの、これを簡単に説明すれば、こういうことになります。ドラッカー曰く、これらが成果を出せる能力ということになります。おそらく1つだけやっても大きな成果は出にくいと思います。5つを並行でやるということ、要は複数やるということが大きな成果を出すポイントではないかなと。並行でやると相当ハードルは上がります。ですが、成果を出せる人だからこそ、成果を出せる人は稀なんです。ドラッカーのいいところは、性格や資質ではなく、能力レベル、スキルレベルに落とし込んだところです。能力は後天的に習得可能であり、個人のキャラクターに頼りません。これが重要なことです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。